春にかける夏が今始まりました。夏の甲子園大会1回戦の模様をすげー9年かかってやってきたで。名門大崎上島農業、ついに大島上島農業、さあ球児たちの熱い夏が始まります。試合戦力は A、 どんなピッチャーなのか。4パチパチ。まあでも俺たちは黒滝を経験してるからね、いけるよ。そら星だけで見たら弱いけど、こっちの方。いや打線強いな。バッターで500超え4人おるやんけ。黒滝より強いな多分。いやいきなりピンチや。そして打席には木内が入ります。いやこの違和感しかない。バックネット裏で満塁となっています。すごい、甲子園でヤンナムが投げてる。いいぞ。次はどこへ来るか。あー打たれた。ホームに送球。サードランナーがホームに帰って。まあ1点、ここ抑えよう。大竹田工業、この回1点を失っています。さあ先制点を奪われて、なおも得点圏にランナーを背負います。これもアウトコース厳しいところですが、やばいってこいつらも。うわー強い。させ無理か。ファーストランナーもホームイン。宮脇見事なタイムリーツーベース。警戒していた相手ですが、オッケー、1点返した。3点差やったら、いやんでも立ち直った。3点差なら。オッケー、ショート。よっしゃー、ナイス高橋。しっかりピンチを抑えた。3点差やから全然あるぞ。あ、もう9回までいっちゃった。しかもここ苦しい。ここ苦しい。あーうまい。この1点きついな。苦しい。あやばい、満塁や。犠牲フライかな。さあサードランナーはどうする。サードランナータッチアップ、中継にボールが送られる。三塁送球はどうか。サードランナーホームイン。5点差。まあ7点入れたが昨日ライトホームしらし強え。高橋の夏が終わる。ボーノの夏が終わる。トモエの夏が終わる。そして何だかあいつ、富士の海の冬が来る。あー甲子園にしても外れないだろ。まあもちろん A やからな。まあでも名門やから、打線だけで見たら黒滝よりは強いわ正直。5人は4人か。いやーでもピッチャー、相手のピッチャー考えたらもうちょっと打てると思ってんけどな。インサイド打ちました。オッケー、セカンドライナー。試合は頼む。バッターは無茶なことを言ってるのは分かるけど、8点入れてくれ。いや9点入れてくれ。ヤンナムがまだ2年っていうのは救いやねんけど、ヤンナム以外の。よしよし、ともえ、これがともえ。石橋、打席には4番バッター石橋。今日はまだ当たりがありません。ライト方向、いい当たりやねんけど。よーゴ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 ー、奇跡や。よし、これはライトのエラーです。大竹田工業、わからんぞ。打順は起こすぞ。あかん。あよっしゃ、奇跡や。よっしゃ、いいぞ。相手飲まれてる。先ほどの打席は辻警察だとなってしまいました。守備がうまい。今のヒットコースやろ。打席にはピッチャーの高橋がそのまま入ります。さあ得点圏にランナーを置いた場面です。いや今のはちょっと相手がうますぎるわ。イグイはそら
いやまだや、代打西野、最後の3年生、3年最後、思い出にするなよこれ。まだ大竹田工業、この回まだやぞ。7人目のバッターになります。打ち上げた。オッケー、終わった。最後は内野フライ掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。9対4。ちょっ、最後意地を見せましたが、頑張るの遅いよ。大崎上島農業、甲子園大会初戦を見事突破しました。あー、辻集めてる。大きな拍手で内野を祝福しています。夏の甲子園。あー、嘘だー。